おっと、朝のイベントなんかありそうやな。あ、お、おはよう。森島パイセンじゃなくて塚原パイセン。え、一人？今日は早いのね。それじゃあね。終わった。なんじゃこのイベント。うーん、今日もクールな感じだな。クールすぎるけどね。え、なんてことない普通のイベントでしたよね。よし、今日も一日頑張るぞというイベント。森島遥が出てくるのであれば納得できるけど、なんで塚原響が出てきてあっという間に終わったんだろう。What？ って感じですけど、まあこういう一日でしたね。で、その流れからプレイできるイベントは4つ。1つは、森島先輩に好かれるにはどうしたらいいのか考えようと深く考えるイベントと、あとは全部会話イベントかな。うん、じゃあこれやっていきましょう。めちゃくちゃ悩むね。難しいな。わっ、どうしたの？浮かない顔して。いや、にしても普通に登場してくれよ。今落ちそうになってたよ、多分あの噴水のとこ。だって元気なさそうだからさ。普通に落とすんですか？え、落とされた？もう落ちそうじゃなくて。時々、その辺ともおかしいわ。あ、それもそうね。お、ちょっとは調子が出てきたかな。若いんだから元気でいなきゃね。一切しか変わらないよね。これはもしかしたら気を使ってもらってるんじゃないのか。笑う角には福来たるって言うでしょ。いや、わかんないそれ。これはきっとそうだ、そうに違いない。そうだよな、まだ彼氏候補には慣れてないけど、僕は十分いいポジションにいるんだ。今度はぼーっとしちゃった。おえ、急に。はい。そういうリアクションになるよね。一度振った相手がもう一度告白してきたらどうしますか。え、それ聞くんだお前が。同じ男が二度告白してくるんです。今までそんな男の人はいなかったからわからないかな。わからない、嫌ではないのかな。でも。おえ？でも。多分もう一度断るんじゃないかな。おお。告白と告白の間に何年も時間があるならともかく、高校の3年間くらいじゃね。そんなに短期間じゃ二人の関係って変わらないんじゃないのかな。で、まあ経験ないから想像だけどね。え？そうね、それはその時に考えてみるわ。だって今すぐじゃわからないもの。またね。あ、終わった。いや、だから今のままじゃ断られるってことは分かったんで、今まで以上に自分を変えようと努力する純一がまたこの先見られるんじゃないですか、このイベントをやったことによって。そうでしょうね。そうでしかありえないと思いますけど。で、この後できるのは全て会話イベントで、現在発生しているイベントこっちにもあるんですけど、これは今日の昼休みで、こっちに関しては今日の放課後できそうですね。だから時間を進めましょう。会話イベントは今しないわ。で、増えたイベントはこれ、茶道部の先輩たちが僕を呼んでいる。一体何だろう。え、茶道部なんでだ。森島遥に一切関係ないような気がするんですけど、まあやりましょうか。おお、ちょうどいいところに。ナイスタイミング。この二人は、この人たちですよね。先輩ですよ。すぐすぐから。いや、怖いわ。
いいからな。いやいや、誘い方来てじゃねえよ。何されんねん。ついてきたらわかるって。ほら行くぞ。言わないパターンね。目的がわからんわ。何されるんだろう。なんかいじられないよね。大丈夫ですかこれ、まあ、取って食われてはするんじゃない。この二人だったらそんな雰囲気ありますよ。ここだ、入ってくれ。あら、茶道部の部室普通やね。よく来てくれたね。いや、来てくれたというか殺されたんやけどね。いい心がけ。じゃあ時間もあまりないし、早速取引の話に移ろうか。 What? 何取引って。あんた。あ、はい、何でしょう。今、森島遥香と仲がいいみたいだね。いいみたいだね。二度言うな。隠しても無駄だよ。私たちのネットワークを甘く見ない方がいい。怖い、逃げたい、この現場。そこでだ、あんたに頼みがある。あれは2年生の冬のことだった。え、ちょっと待って、何、過去の話。え、言えよ先に。何これ。黙って聞く。あ、わかりました。私と真中が帰るときに通る公園で、森島遥が野良犬に餌をあげていた。最初は1匹だった野良犬は徐々にその数を増やしていき、最後にはすごい数の犬たちが森島遥の指示に従っていろんな芸をこなしていたんだよ。恐ろしい。ああ。でも黙っときましょう。まさに伝説、伝説の犬使い。真中はね、なぜかいっつも犬に吠えられるんだよね。残念。まあ私もそんなには好かれる方じゃないんだけどさ。あの統率力は尊敬に値する。話の本筋が見えてこないんだよね。そりゃ勝負だよ。文福茶釜の話を知ってる。え、またなんか言い出すの。タヌキが茶釜で踊るのも、そもそもは茶道における伝説の技。うん、そう書物にも書いてあった。そこでだよ、私たちは犬使いとしての森島遥の素質を高く評価して部活に勧誘したんだけど、却下された。でしょうね。だけどこっちも遊びじゃないからね。入部をかけて勝負を挑んだんだ。犬使いの森島遥に真中が秘伝のトンボ寄せで立ち向かったんだけど。残念、冬のキビトにトンボはいなかった。敗因は季節。まあ今思えば、どちらにせよトンボなんて犬に食べられちゃうとは思うんだけどね。そんなことない、昔は恐竜と戦ってた。それってさ、トンボの親戚みたいなやつだろ。だいたい一緒だから平気。いやもう何から何まで理解できないよ。とまあそんな感じで森島遥を入部させることはできなかったんだけど、未だに諦めてはいないんだ。あの犬使いの能力は茶道に生かすべきなんだよ。すごく大事。
それで僕にどうしろと。弱点、何か知らないか。弱点、そこを攻める、必勝の策。なーにあ、その後やっちまったなじゃないんだ。本当にバカだなあんたは。うわ、ひどい言い方。今からでも入部させちゃえば、卒業しても茶道部の王子になるんだよ。茶道部はさ、時々 OG と合同でお茶会をやるんだよ。だからさ、学校を卒業しても付き合いは続くんだ。今入れちまえば今後もずっと茶道部のものになるんだよ。わかったか？わかったら吐け！弱点とか苦手なものを言うんだよ。素直に言わないと。言えません。なるほどね。すでに刺激されていたか。そういうことならむしろ話は早いかな。あんた、森島遥の着物姿とか見たくないか。毎回じゃないけど、お茶会では時々着物を着るんだよ。清掃、あれほどの上玉だ。着物姿もグッとくるんじゃないかね。下ろした髪を言ってさ、さらに大人っぽくなってさそこから初めて見えるうなじとかさ、すげえいいぞ。うなじ、まさにお宝。協力してくれたらお茶会呼んでやるよ。え、毎回参加。森島先輩の着物姿、うなじ。11、え大丈夫か。どうする。すごい点点点点やけど、いろいろ考えてるね。そういえばなんですけど、この間話してたのはですね、あ、言っちゃった負けちゃった。契約完了。プレイヤーにそこは選択しないんだ。こうして森島先輩の苦手と思われるものに関して話をした。すみません先輩、でも見たかったんやね、うなじを、着物姿を。僕はどうしても先輩の着物姿を見たかったんです。そのために弱点を吐いたと。それはどうなんでしょうかね。いい方向に転がるのかな。てか普通に恋愛させて。もう何から何まで憧れになってからおかしなことを立て続けに続きすぎ。これも前回もずっと楽しくて愉快ではあるんやけどね、ただ求めてるものではないのでちょっとこれは何なんだ本当に、おかしい。で共通イベント、なんだか遠くで犬の鳴き声が聞こえるぞ、行ってみよう。あー、これはあやつじのか。もったいない、放課後できるイベントあったのに。ということで11日目の木曜日はこれにて終了ですが、引き続き12日目の金曜日やっていきましょう。なんか恋愛というイベントを全然やってないんでね、今日こそなんかやらんとな。朝からプレイできるイベントが早速ありますよ。これだ。テラスでうなだれている茶道部の先輩たち、着物姿の行く末は、いやもう見る限り無理なんじゃないですかね。うなだれてるってことはね、まあ、これ前のイベントの続きですわ。やっていきましょう。なんか様子がおかしい。いつもじゃないあの二人は。いや聞くんかい、もう関わらん方がええやろ正直普通の恋愛したいピーマンからしたらあんまり関わってほしくないんだよね、あの二人に。まあ、でも着物姿のこともあるしな、そういうわけにはいかへんな。あ、またこの BGM、 せっかおかしいぞ BGM のチョイスん？ああ、あんたか。テンション低っ。
これは負けたもののテンションやね。わかるわ。聞くまでもね。そりゃ落ち込むよ。屈辱の連敗。悔しい。悔しい。本当悔しいんだろうね。あんたから森島遥が地面を這うような虫が苦手って聞いただろ。そゴキブリじゃない。だから早速リベンジマッチを申し込んだんだよ。負けられない戦いがそこにあった。前回と同じ公園に呼び出してさ、森島遥を待ち構えていたんだ。マッチプレイ。マナカの必殺技であるオケラ寄せも無事成功して、あとはその時を待つばかり。やり遂げた。そこに森島遥が登場したんだよ。ついに来た。森島遥が公園に入るや否やすぐに犬たちが駆け寄っていってさ。嬉しそうに寒空のもと森島遥の周りを元気に走り回るんだよ。ずっとずっと走ってるんだ。嬉しそうに。ああそれを見てたらさ、何かもうね叶わねえなって思っちまったんだ。悔しいけど負けた。今でもはっきりと思い出せるくらいいい光景だったよ。うん。なんていうか、戦いを挑んでいたのが馬鹿らしく思えたんだよな。不毛。わかる気がする。今でも悔しいけどな。うん。けど森島遥の方が何枚も上手だって分かったんだよ。今のままじゃ叶わない。ああ、そして乾杯だ。乾杯に乾杯。こうして、茶道部のリベンジマッチは森島先輩の不戦勝で終わった。先輩の着物姿は残念だけどしょうがないよな。 あ終わったで、これが火曜イベントにつながると。オッケー。とりあえず茶番は終了したっぽいんでもういいでしょう。まあその流れで放課後ですね。次はこのイベントやっていきましょう。先輩が図書室で歌た寝をしている、上着をかけてあげようという、これをやることによって星イベントが追加されるんでね。あと他にもめちゃくちゃ重要なイベントじゃないですか。やりましょうやりましょう。求めてるのはこういうイベントですよ。たまには読書でもするかと図書室に来てみたが、これは読書をしている場合じゃない。森島先輩が歌た寝をしている。先輩の横顔。風邪ひいちゃわないかな。浮く上着かけても大丈夫だよな。お、かけたね。本当に綺麗な人だよな。お前間違っても変なことすんなよ、寝てる女に。それは肝臓純一。黙ってればだけど。結構ひどいこと言うね。あの、心の中の声です。あれ?おや、どうしてここに？君の匂いがするね。おう。寝ぼけてるのか。上着か。お？あれ？起きた。やっぱ寝ぼけてたんだ。上着ありがとう。もう大丈夫。返すね。
けてくれたんだね。おおおお、うん、そっか。あれ、まずかったかな。いや、顔を見ろ。あれはまずいと思ってる顔じゃねえだろ。効果抜群だ。本当は寝てる間にいたずらでもしてたんでしょ。その話になっちゃう。例えば、なんですかこの選択肢は。靴下を下ろすとか、髪を結ぶとか、そして最後エッチなこととか。オーマイガー、何にしてもおかしいが、一番おかしいのはこれですよね。エッチなこと。いや、話の流れ的に逆にこれが一番正解じゃない。だって例えば靴下を下ろすっていうのはなんか気持ち悪くない？本当にやろうとしてたみたいでパッと思いつくようなことじゃないでしょう。あと髪を結ぶっていうのもね、本当にやろうとしてたみたいで。でもエッチなことっていうのは抽象的な表現なんで、なんか選択肢としては間違いじゃないような気がするし、何選んだとしてもね、これがバッドエンドになるとかではないと思うんで、ならエッチなこととか言ってみましょう。思い切って、そういうの大切よ。思い切りはエッチなこととかですかね。なんで尋ねとんねん。わあ、そうなの。信頼ないのかい。君なら触ってもよかったのに。オーマイガー、わあ、本当ですか。触られたかミヤちゃんに報告するけどね。いや、それでも構わん。いや、いいんだよ別に。本当はエッチなことしようとしていたんじゃないの。したくないの。おや、おれれれれ、したいですけど。あ、言っちゃった。かわいい。うわ、もうちょくられとるわ。ダメダメ、その照れたお顔でちゃんとこっちを見てね。てんてんてん。こうして森島先輩とたわいのない話をした。特に何がどうこうってわけじゃないんだけど、先輩との会話がすごく楽しくて、このままずっとこうしていられればって、そんな風に思った。でも先輩はもうすぐ卒業してしまう。僕はやっぱり先輩のことが。だけど僕は一度先輩に振られている。普通に考えればもうチャンスはない。もしかしたら迷惑かもしれない。それでも諦めたくはない。いや、とても諦められそうにない。僕はどうすればいいんだろう。おお、やはり重要なイベントでしたね。ただ思ってたイベントと違かったわ。森島先輩に恥ずかしがってもらうイベントかなと思って俺はエッチなことを選択したんですけどね。こっちが恥ずかしくなるという。まあそれはやっぱ年下年上先輩後輩の違いですよ。余裕があるわ、人生経験が長い分ね。で、このイベントをやったことによってこの星イベントが発生し、え、ちょっと待って、同時にあのダイナマイトのイベント、あれバッドエンドですよね。え、なんかあるってことですよ、選択肢次第では。わお、それは怖いですね。何なんでしょうかね、あの、わかりませんけども、とりあえず何かがあるということは分かったので、さてそろそろ帰るか。帰りは先輩と一緒じゃないんだね。流れ的には先輩と一緒に帰っても不思議じゃないんだけど、それは別々なんだ。まだ今この間柄ではそういうことになるんでしょうね。